おすすめのスキンケアとかあったら、はい、教えてほしいなと思って。ああ、そうですね。東京からの人。ちょ出したよ。はい、出しました。ひっくり返しても落ちないんですよ、泡が。なるほどね。はい、あ、落ちてるやん。まずいまずいまずい。ちょっとあのカットで、ちょっとカットします。これ編集でちょっとカットお願いします。これ、はい、なかったなかったことに、はい、ちょっと勢いよくこうやりすぎちゃった。ごめんなさい。そうだね、もう昔バレエやってたからね。そうそう、バレエの癖がね。肩の力が強いんです。なるほど。申し訳ない。普通の方は落ちないです、泡は。そうですね。はい。ヒョクさん、初めてお会いしたんですけど、はい、本当に肌が綺麗。そうね。びっくりした。うん。すごい。でもお前の方が綺麗だから。絶対に。いやでも男の方ですごい可愛くて、うん、大学生って感じでした。お前わかんねえだろ、お前大学行ってねえんだからまあでもあやミスコンの先輩なわけじゃん。もともとあやも高校生でミスコンになってる、うんうんうん、みんなどうしたらいいかな、この後の活動は。この後は狼組んでればいいんじゃないかな。いやそんな簡単じゃないそんな簡単な話じゃないし、お前狼組んで一回大炎上してるから